訃報、森伸二氏投手コーチ。2017年6月28日。死因多臓器不全。引用西日本スポーツ。西武、森伸二コーチ死去。42歳、25日試合前。体調不良訴え、辻監督は、鎮痛。数日前まで一緒に戦った仲間だから。西武の森伸二投手コーチが28日多臓器不全のために福岡市内の病院で亡くなった。42歳だった。沖縄で開催されたロッテ戦を球団が発表した。葬儀告別式は未定。球団によると森コーチが25日福岡市のヤフオクドームで行われたソフトバンク戦の試合前、球場入りした後に体調不良を訴え、同市内の病院で検査。そのまま入院し、28日午後0時10分に死去した。27日には、病気療養のため、休養することを発表したばかりだった。鈴木陽留彦球団本部長が、前の日まで元気にしていた。病気の兆候などがわからなかった。急だったと説明した。辻監督はこの日の試合前練習を終えた後、球団から説明を受けたという。ショックです。数日前まで優勝を目指して一緒に戦っていた仲間だから、辛い。目を潤ませながら鎮痛な表情で話した。選手スタッフにはロッテ戦を鈴木球団本部長から説明があった。